としては塔の上から袋詰めの猫を落とし、その自由落下の中に生命の意味を見出していたのでした。もちろんこれは例え話です。けれども落とせば落とすほどお姫様は分からなくなってしまったのです。人生って分からないな。お姫様は家来に命じて自分と似た年格好の12人の娘をさらい、自分と同じ服を着せ自分と同じ化粧をさせ窓から落としました。12人目を落とし終えた後、人生ってわからないなと言いました。そしてお姫様は一生幸せに暮らしましたとさ。もちろんこれは例え話です。けれども例えばそれが人生というものなら、私は塔から落ちた12人の娘みたいに地面に深く埋まった化石みたいに綺麗な宝石になりたい。